こんにちは、ちあこです。1週間の食事、BFC バランスを考えた食事で、今日ね、4日目の風で撮影してたんですけど、ちょっとね、一旦ボツにしますっていうのもね、私すごい自分で気がついたことがあるんですけど、全然ね、食べてないことに気がついた。それはね、基礎代謝も落ちてね、太りやすい体になってまうわ。なんか決められたそのカロリーとかをなかなか取れなくて、なんか夜お腹いっぱいで食べれなかったりとか、なんかそういうことをしてしまって、全然決めたカロリー取れずで、ちょっとこれでは動画載せれんわと思って一旦やめました。いや、食事は奥が深いね、本当に。で、私1500キロカロリーで摂取カロリーを計算してたんですけど、多分このカロリーはガチでなんか大会出る人とか、なんかその人のための減量のやつやと思うでって言われたんで、ちょっと摂取カロリーを上げてもう一回ね計算し直しましたのがこちらでございます。この辺にポンって載せておきます。いや、マジで奥が深い食は。もう調べれば調べるほど面白いんですけどね、計算するので。あと一個思ったのが、なんか糖質がどうだとか結構ねインターネットで調べたら出てきますけど、なんか脂質の取りすぎがどうだとかはね、あんまりなんか話題になってない気がする。あ、私だけかな。あんまりそこに注目置かれてないというか、そんなことはないとは思うけど、なんでなんかそんな感じでちょっとね見直したので、ちょっと心機一転、明日から改めてもう一回頑張ります。楽しみながら頑張りすぎず、自分のペースで、なんかもうきつくやりすぎんようにしようと思います。I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna だいぶ雑い感じの作り置きたちが完成しました。とにかく茹でる、焼く、切る、そんなぐらいですかねまた明日食べるとき説明します。おはようございます。まずは起きたらプロテイン。本日の朝ごはんはなんて映えない朝ごはんなんでしょうか。ジャスミンライス 150g と、あとは昨日作ったツナ、マッシュルーム、ほうれん草、卵、オムレツの予定でしたではこれ食べて急いでいってきます。いっぱい届きました。嬉しい。今日はね、夕方のリハーサルだけなので一旦帰ってきました。で、夜になるとヘロヘロになってしまうので、ちょっと今のうちにも筋トレしようと思います。で、PHD プロテインさんからプロテイン届きました。これ私めっちゃ飲んでみたかったやつ。嬉しい。ちょっとね、残念なお知らせなんですけども、私のうちはこのクーポンコードがなくなってしまいまして、すいません、皆様に割引をご提供できなくなってしまいました。まあでもね、別の方のクーポンももしかしたらあるかもしれないので、ちょっとまたチェックしてみてください。私の大好きなクリアプロテインのモヒート味です。これずっと飲みたかったんですけどね、なんか切れてたかなんかでなかなかあれやって。これを飲んでちょっと1時間ぐらいしてから筋トレする感じですね。で、その後ご飯食べる。あ、これ泡消えるの早いな。いただきまーす。乾杯。わ、美味しい。ちょっと苦味がありますね。ミントかな。美味しい。飲みやす。では1時間ちょっといろいろやります。
で、お昼ご飯はこんな感じ。とろろをかけたご飯とブロッコリーとトマトとシャゲです。いただきます。なんかね、なんかこんな感じでなんか書いたりとかして楽しんでやっております。なんか調味料まで制限してしまうともう絶対しんどくなるんで、しんどくならんように適度にって感じです。ではこれを食べたら、リハーサルに向かいます。本日の朝ごはんです。もうプロテインを飲みました。ちょっと今からオンラインレッスンがあるので急いで食べてレッスンしてから仕事行きます。レッスンも終わりまして、今日はねリハーサルがなくてもうおしまいです。で今日はお家に帰って1日編集デーなんですけど、あのね、しっかりカロリー計算して食べてたらお腹が空かない。意外と食べなあかんから、チョコレートとか甘いもの食べたいと思わないです。で朝ごはんもね残したんですよ、多かったんで。だからちょっと小分けにして食べようかなと思っております。めちゃめちゃ美味しそうなドリンクがスタバから出てます。オレンジマンゴー、これはトロピカのココナッツ、飲みたい。まあ今は飲まないですけども、またこの食事をちょっとお休みとかした時に飲もう。おいしいです。お家に帰ります。今5時過ぎなんですけれども、はい、こんな感じでご飯を食べます。これを一食で食べれるかはわからないですけれども、こんな感じです。おはようございます。3日目の朝ですかね。4日目、もう忘れた。今からこちらのプロテインを飲みまして、で朝ごはんはこちらです。本当に変わり映えのない、メニューでございます。ではレッスンいきます。はい、お昼というかちょっと夕方というか、はい、ご飯こんな感じです。お米も鶏肉も卵も飽きました。でちょっとどうしたもんかと考えてたんですけど、そういえばパスタの栄養成分ってどんな感じやろと思ってね調べてみたら、パスタもね 100g あたり脂質が 1.1g、 結構低い。で炭水化物はまあ 25g あるんですけど、タンパク質 5g ってことで、まあ悪くはないんじゃないかなと思ったんで、今日はシーフードパスタにします。で魚介はほぼ脂質とかがゼロなので、あの魚介をふんだんに使ったやつ作ろうかなって感じです。なのでエビとかね買ってきました、冷凍。キャーン、今日リードル行ってきたんで、あの買っちゃった。でまあこれはあのいろんなあのシーフードが入ってるっぽいんで、まあシーフードミックスってことで、あとエビも入れて、でニンニク醤油パスタで、明日お休みなんでもうニンニクもいっぱい入れたろそんな感じのパスタを作ります。もうパスタは茹でました。でよいしょ、なんかどんどん適当になっていきますね料理が。あ、うわ、いい匂い、魚介のいい匂い。ニンニク醤油シーフードパスタ絶対美味しい。まあオイルとかはね控えようにして、あ、エプロン今日するの忘れてるわ。で私好きなんですけど、松茸のお吸い物の素を入れます。これで OK ではないでしょうか、もう味付けは。うん、うわ、松茸のお吸い物の素はめっちゃ美味しい。昆布だしもちょっと足して、できたー、イエーイ。お腹すいた。ではいただきます。ちょっとこれあのパスタの量が 100g ではない気はしますけども、150ぐらいもしかしてあるかもしれない。ニンニクの匂いがすごい。うん、あ、なんか久々に違うもん食べて最高です。なんかやっぱ同じものずっと食べるのは大変よ。なんか炭水化物ってこう目に見えてるものが多いんで、
なんか食べ過ぎてんなとかいうのは分かりますけど、脂質って意外といろんな食材に入ってて意外と高かったりして取り過ぎてたりもするんで、うん、そこがなんかコントロールできるのがいいな。おはようございます。5日目の朝でございます。今日の献立はこちらです。はい、今からネイチャーカルの美味しいプロテインを飲みます。そしてご飯 100g と、あとは作り置き、もう作っておいたマッシュルームとほうれん草と卵炒めたやつです。で、まあ今日はね、ちょっとあのお家にお呼ばれしてランチに行きますので、まあ今日はちょっと食べる量が増えるかなと思うんですけれども、まあ後半調整しつつ、そしてしっかり動きつつという感じで、とりあえず今からオンラインレッスンがあるので、はい、オンラインレッスンでしっかり動いていきたいと思います。おはようございます。ついに6日目の朝を迎えました。昨日はいっぱい食べちゃったんで、まあ、あの運動したりとかして調整はしたんですけど、まあ、今日はいつも通りということで、朝プロテインは飲んだので、なんかめっちゃ作り置きしてたきのこと卵とほうれん草の炒め物と、あとはジャスミンライスです。やっぱりね、同じものをずっと食べ続けるのはしんどいですね。なんか作ったはいいものの、これを食べる気分じゃないっていうことがなんか3日目4日目とかあって、でもこれも自分の体のためと思って、楽しんでやってます。どうせやったら楽しまったらあかんし、あの計算すること自体はめっちゃ楽しいです。ただローファットは結構やっぱ大変ですね。まあこれからずっとこういう食生活をねするわけじゃないので、まあもちろん普通に外食したりとか、あのお菓子食べたりとか、そういう時もあると思うんですけど、こうやって計算をしてるってことは、まあなんとなくね把握できると思うんで、前後で調整して、それがちょっとやりやすくなるかなと思います。だからやっぱり調べることって大事。大事です。めっちゃなんか自分の好きなものだけ食べるのも簡単やし、でまあもう体重減らしたいからじゃあ食べないって、そういう風にするのも簡単なんですけど、逆にちゃんとしてあの調べて体にいいものとかそういうのを食べるっていうのって難しいですね、本当に。でも今回ローファットって言ってね、カロリーコントロールしてますけど、あんまりその体重的には変わってなくて、だから今回はね、改めて自分の食生活と向き合う、こういいきっかけになったなと思いました。さつまいもも食べます。甘くて美味しい。はい、レッスンが終わりまして、あのなんだかんだ編集とかして、でちょっと劇場にあの撮影とかしに行こうと思って撮影に行って、で、帰ってきて今もう夜です。はい、とりあえずお疲れプロテインをします。まだ鶏肉とかも残ってるんで、そんなのパパッと食べて、はい、終わりにしようかなと思います。はい、ちょっとね、もう作る気力もなかったんですけど、今ね、チャーハン作りました。で、鶏肉よりも脂質は高いんですけど、まあ、あんまり鶏肉食べ過ぎたら、しんどなるんで、まあ、背に腹は変えられんということで、今日は豚ヒレ。チャーハンできました。全然こだわりのないチャーハンです。15分ぐらいでできました。では明日ラストですね。はい、こういうものを食べながら頑張ります。チアーズ、乾杯。で、今日の朝ごはんは昨日作っておいたチャーハンです。多分ご飯 150g、 卵1個で、豚ヒレ多分100ぐらいは入っててほしいなって感じです。あんまり時間がないのでもう炊き込みます。では元君にお仕事に出てきます。はい、ということでこちら本日のお昼ご飯でございます。割とね、量がすごいので多分これは夕方とか夜にかけて食べる感じになると思います。特に鶏肉の量が多いんでね。ではいただきます。はい、ということで1週間が経ちまして次の日になりました。あのね、まあローファットやからどうなんやろ、痩せるんかなとか体重減るんかなとか思ってたんですけど、全然そんなことはなくて、逆に自分が日々食べてないということを実感して、ちょっと増えたり
また戻ったりみたいな感じで全然痩せることはなかったです。でまあ私は体作りは長い目で見ようと思っているので、なんでまあ今回減らへんかったなって思って、食べる量を減らすんじゃなくって、まあ、もちろんね取りすぎはダメですけど、まあ、それは計算しながら、なんかいっぱい食べた時にちゃんとすぐに調整とかできるような痩せやすい体をこれからもちょっと頑張って作っていこうと思います。あとはね筋トレしっかりして、まあ、バレエやっているにもかかわらず私は多分圧倒的に筋肉量が少ないと思うので、まあちょっとその辺をね改善しながら引き続き頑張っていけたいと思います。なんか今回はね計算しながらやってたんで同じもんばっかり食べてたんですけども、まあゆるゆるこれからも計算しながら楽しく、まずはね食べることを楽しい幸せと思ったらあかんと思うので、行き詰まらないように適度にやっていきます。今食事管理をしているという方も、これから食事管理をしようという方も一緒に頑張っていきましょう。万年一応ダイエッターなので、またいい情報があれば皆さんにシェアしていきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。